い、皆さんこんにちは。今日はアイトスの第3に広まってます。よろしくお願いします、はい。これね、新商品なんかすごい特徴あるんですよね。はい、弊社が満を持ですね、ブリングというリサイクル技術を使った作業服を満を持してデビューしております。こちらはあの弊社とタイアップさせていただいて、日本環境設計さんの持ってるリサイクル技術を使った服から服ですね、今までできなかった技術を用いて作った作業服になります。完全エコ循環型の社会を目指すために作られた作業服になります。今まであれですもんね、ペットボトルのリサイクルでポリエステルっていうのは主流でしたけど、それじゃ違って服からやってるっていうことですよね。はいはい、そうですね。これが、世界で初になりますので、はい、今後ですね、やはりこの SDGs というものがフューチャーされてきておりますので、こういったものがどん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 売れていく時代になるのかなと思います。完全循環型と、はい、そうですね。これが生地？はい、回収をさせていただいた生地が破砕した状態で、このようになります。そこから、特許技術になるんですけども、服から服になるためにこのポリエステルの原料のチップになります。ここから、糸になって生地になります。あ、そういうことね、はい、これも回収したやつとかね、はい、そうですね。じゃあこれも最終的に着ぐるしたやら回収して、はい、この状態になります。なって糸になるんですね。これがずっと循環になります、うん。はい、あ、そういうことなんですね、はい。それが最大の特徴 で、はい、で生地もなんかあれなんですよ、低人化なんかなんですよ。はい、そうですね、ストレッチ性の高い、ソロテック、ソロテックとですね、防風性の高い、エゴライトという素材を使っておりますので、ね、高機能な作業服、まあ、ディティールにもかなりこだわってますので、ぜひとも、皆さんにご着用いただきたいなと思います。デザインもちょっと変わってますよね、はい、結構攻めてますよね、なんか色々ね。そうですね、かなりスポーティーなデザインになってますので、この縦パスマンとかね、はい、これなんかね、ハーネスとか意識してるのは特にしてなかったですね。ただのデザインって感じですね、はいはい、そうですね、うん、これ反射とかね、はい、ここもゴムですもんね。はい、そうです。もうデザインです、はい、ちょっと僕ね SS なんでちょっとちっちゃいですけど、はい、デザインもね変わって、まあ、値段も若干ね高めですけどね、本当にそのリサイクル、はい、エコ意識の高い会社さんなんかはね、はい、いいんじゃないかなと。ブリング八君が目印になっておりますので、よろしく。なんか一般医療でもたまに見かけますよね。はい、そうですね。リースとかでなんかあったような気がする。はい、医療品だけではなくてですね、皆さんメガネのジーンズですね、あれの受け取り窓口のところに行っていただければ、この八君が今弊社の場合服を着ておりますが、メガネを持ったものがありますので、それなんか樹脂かなんかってことですか。あ、そうですね、他の日本環境設計プラプラプロジェクトっていうのもやってます、プラスチックのリサイクルもやってますので、そうなんですね。あと NTT ドコモさんとかもやっておりますので、はい、すごいですね、はい、それ先駆けてアイトスさんは言ってるってことですね。はい、あと色がこれがグリーンで、はい、グリーンでシルバー、ネイビー、ブルー、アクアブルー、アクアブルー、はい、4色ですね、はい、パンツに関してはアクアブルーがない、3色展開になっております。一番売れそうなやつは、はい、間違いなく今着ていただいているグリーンがこれいいんじゃないかなと思います。確かに緑、そうですね、一般的にシルバー、ネイビーというのが売れるのかもしれないですけど、やはりこのなかなかない確かにね色味なすので、エコだしね、はい、エコといえばグリーンなんですね。グリーンという形で、はい、でぜひとも品番が、はい、品番の方が、9101、はい、AZ9101になります。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介した商品は動画説明欄にリンクを貼ってありますので、そちらからご購入できます。一度購入して、お試しいただければと思います。